シンクレア ZX スペクトラムは、シンクレアリサーチが1982年にイギリスでリリースしたホームコンピューターである。開発中は、ZX81 から及び、ZX82 と呼ばれていたが、それまでのモノクロ表示との違いを強調するために、クライブ・シンクレアが、スペクトラムと名付けた。最終的に8つの異なる機種をリリースしており、1982年に、 リリースした1 6イトラムの入門モデルから1987年のフロッピーディスクドライブ内蔵の1 2 8キロバイトラム搭載の ZX スペクトラムプラス3まである。全世界で累計500万台以上を売り上げた。スペクトラムはアメリカでのコモドール64のようにイギリスで最初に爆発的人気を得たホームコンピュータである。ZX スペクトラムの登場により、 ソフトウェアや周辺機器を提供する企業が急激に増え、その影響は今も続いている。スペクトラムがイギリスの IT 業界を生み出したとする者も,もいる。ライセンス契約とクローンがそれに続き、英国の産業への貢献を称えられた、クライブシンクレアはナイとくらいの叙勲を受けた。1980年代初期のイギリス市場での主なライバルとしてはコモドール64と、 BBC ミクロがあり、少し遅れてアンストラット CPC もライバルとなった。スペクトラムのサウンド機能とグラフィック機能を強化したバージョンがアメリカでタイメックス社によってタイメックスシンクレール2068として発売されていた。イギリスやアメリカで人気のあったスペクトラムであるが、日本ではコサンヤの力が強く販売されることはなかった。 累計で2万3000タイトルのソフトウェアがスペクトラム向けに発売されており2010年にも90タイトル以上の新作がリリースされているスペクトラムは 3.50MHz のジラグ Z80ACPU を採用最初のモデルでは 16KB の ROM と 16KB もしくは 48KB の RAM を搭載しているハードウェア設計者は シンクレアリサーチのリチャード・アルトワッサー。シンクレアの工業デザイナーリック・ディキンソンが外観を設計。ZX スペクトラムのカラーパレットビデオ出力は RF モジュレータ経由でテレビに接続し、家庭用テレビを単純なカラーグラフィックディスプレイとして使用した。スペクトラムの表示機能は今日から見れば低レベルなものだが、 当時の小型テレビで表示するには完璧でゲームなどの開発も難しくなかった。テキストは本体内蔵の文字セットかアプリケーションが提供する文字セットを32桁24行表示し15色で表示可能である。グラフィック表示も同様の色数で256192度と表示である。メモリを節約するため色の属性情報をテキストや グラフィックデータとは別の32-24のグリッドで保持し、1属性データが1文字の表示領域に対応している。アルトワッサーはこの設計について特許を取得している。一つの属性は全景色と背景色、輝度レベル、フラッシュ、フラグから構成される。この特徴を独特の特殊効果に使用するゲームもあったが、カラークラッシュや、 アトリビュートクラッシュと呼ばれる表示の乱れも発生しやすかった。この問題はスペクトラムの際だった特徴としてユーザーの内輪のジョークともなったが同時に他のホビーパソコンを支持する人々からは嘲笑の的となった。当時イギリスで使える他のマシンとしてはアンストラット CPC などがあったがこのような問題は起きなかった。 コモドール64も色属性を独立させていたが、スプライトとスクロール機能を使ってこの問題を回避していた。サウンドは最初の機種ではビープ音のみだが、1チャンネルで10オクターブの音高を発生できる。また、拡張バスのエッジコネクタを備え、プログラムやデータのセーブ、ロードのためにカセットレコーダーを接続するオーディオポートがある。ZX81 よりも、 西部、ロードが高速化しており、信頼性も高まっている。内蔵ロムには、ナインタイルズ社のスティーブ・ビッカーズが開発したシンクレールベーシックを搭載している。電卓によくあるタイプのチクレットキーボードのキートップには、シンクレールベーシックのキーワードも書かれており、例えば、プログラミングモードで G を謳歌すると、ベーシック言語の GoTo がカーソル一致に挿入される。 このベーシックインタプルタは、ZX81 用のベーシックプログラムをほぼ無修正で、スペクトラムで動作させられるよう開発されているが、さらに使いやすくする拡張がなされている。特に表示及びサウンドに関して機能が追加され、一行に複数の文を書くことができるようになった。内蔵文字セットは、ZX81 のものから拡張されており、小文字が追加されている。 カセットテープへは、プログラムだけでなく、配列、表示メモリ、指定したアドレス範囲のメモリなどをセーブすることができる。ビッグ・ディキンソンは、最終的な ZX スペクトラムの設計に到達する前に、ZX82 としていくつかの設計を行った。特にキーボードに付与する文字列が変更されており、アークが、量産版ではサークルに、ホーンが、インクに、バックが、 ペーパーに変更されている。ZX スペクトラム 16K、48K シンクレアから1982年にリリースされた。搭載ラムサイズは 16K バイトと 48K バイトの2種類があり、ログはどちらも 16K バイトが搭載されていた。オリジナルの ZX スペクトラムはその安っぽい、ゴム製キーボードと本体の小ささが特徴だった。 1 6イトモデルは3 2 k バイトラムを増設でき、初期のイシュー1ではドーターボードの形だった。その後のイシューでは d ラムチップを8個と他に若干の TTL チップをユーザーがソケットにはめる必要があった。ユーザーは 16K 版をシンクレアに送付して 48K 版にアップグレードをしてもらうこともできた。またメモリチップとしては、 費用を抑えるために選別品のチップを用いるというテクニックがあった。すなわち製品としては 64K ビットチップだが検査で欠陥が見つかり、かつ半分以上の容量があるものを選別して 32K ビットチップとして用いる。そのためチップ内の使えない部分を避けるようにプリント基板上の配線を工夫していた。また、 後部の拡張スロットにサードパーティーの外部3 2イト、ラムパックを装着して使用することも可能だった。ZX81 と同様、拡張スロットのコネクタ部が緩いためにラムパックのぐらつきが起き、それによってクラッシュが発生、場合によっては CPU などが焼きついてしまうこともあった。21の ZX スペクトラムは約6万台製造された。 キーののの色がが異なるるるためその後の生産モデルとと区別することができるシンクレアの生産モデルにはオーディオ入力と出力のポートがありイヤホンとマイクのソケットとなっていた多くのソフトウェアはカセットテープの形でリリースされカセットレコーダーを外付けする必要があったこれらのソケットをヘッドホンやアンプに接続して音響出力とすることも可能だが 内蔵スピーカーをオフにする方法はない。ZX スペクトラム ZX スペクトラムの計画は1984年6月に始まり、同年10月にリリースとなった。開発コード名は TB で、ラムは 48KB。キーボードなどがシンクレール QL 風の外観で179.95ポンドで発売された。電子的には、 従来機種の 48K バイト版と全く同じで、基板を入れ替えればそのまま使えるほどで、外装を新しくする DIY キットも発売された。当初からゴム製機の従来機種の2倍の台数を売り上げたが、一部小売店は従来機種の故障率が5から6%だったのに、対し新機種では最高30%の故障率になったとしていた。 スペクトラムの熱狂的ファンはこの新しいキーボードを嫌った。ZX スペクトラム 128ZX スペクトラム128はスペインの流通業者インベストローニカと共同でシンクレアが開発した。スペイン政府がメモリ容量6 4キロバイト以下のあらゆるコンピュータに特別な税をかけスペイン国内で販売する。 あらゆるコンピュータはスペイン語のアルファベットをサポートし、スペイン語のメッセージを表示すべしという法律を制定したため、その際に ZX スペクトラムのスペイン市場への適応を助けたのがインベストローニカである。外観は ZX スペクトラムとよく似ているが、ケース右端に電圧レギュレータ7805の冷却用の大きなヒートシンクを設けた点が異なる。 新しい機能としては 128KB RAM、PSG による3チャンネルオーディオ、ミディゴ完成、RS-232 シリアルポート、RGB モニタポート、改善されたベーシックエディタを含む 32KB の ROM よび外部キーパッドがある。スペインのマドリッドで開催された日本誌、誌も85で発表され、スペインで44,250ペセタで発売された。 スペクトラムの在庫が多数残っていたため、イギリス国内でこの新機種が発売されたのは1986年1月のことで価格は179.95ポンドとされた。イギリスでは外部キーパッドは用意されず、その端子は急遽音解明されて発売された。ただし外部キーパッド用ロムルーチンも残っていたので接続すれば使える状態だった。 スペクトラムが使っている Z80 はアドレスバスが16ビットなので一度に使用可能なメモリは64キロバイトまでである。はみ出している80キロバイトのラムを使用するためそれをアドレス空間の先頭16キロバイトにマッピングできるようバンク切り替え技術を採用して設計された。同様に16キロバイトのベーシックのロムと 新たに追加されたエディタ用の 16KB の ROM も切り替えて使用されるようになっている。新しいサウンドチップとミデ出力機能のためにベーシックにプレイコマンドが追加された。また従来互換の 48KB モードに移行するコマンドとしてスペクトラムも追加されている。ベーシックプログラミングで追加された RAM を有効利用するためにラムディスクにプログラムを保持できるようになっている。 これらの新たなコマンドはユーザー定義文字の領域を使っていたため、いくつかのベーシックプログラムでは互換性問題が発生した。従来機種とは異なりスピーカーを内蔵していない。音はテレビのスピーカーから出るようになっている。スペイン版では右下の 128K のロゴが白になっていたが、イギリス版では赤になっていた。 ZX Spectrum Plus2986 年発売。スペクトラム製品とシンクレアブランドを買い取ったアムストラット社が最初に発売したのが ZX Spectrum Plus2 である。マシンは新たにグレーの外観となり、スプリング入りの普通のキーボード、ジョイスティックにポート、アンストラット CPC464 と同じ組み込み型のカセットレコーダー。 ダタコダーを内蔵しているなどの特徴がある。それ以外のユーザーから見える部分は、ZX スペクトラム128とほぼ同じである。メインメニューにあったテープテストオプションが削除され、アムストラッドのコピーライトを表示するようになっている。このため、ロムナイルーチンをアドレス指定して呼び出しているソフトウェアで非互換が発生した。製造コストの低減により、 小売価格は139ポンド149ポンドに低下した。新しいキーボードではソフトウェアのロードに有用だったキーワードロード、コード、ラン以外のベーシック言語キーワードが省かれた。ただしキー配列は128と同じである。ZX スペクトラムプラスに AZX スペクトラムプラスに a はスペクトラムプラス3を スペクトラムプラス2のケースの黒いバージョンに入れたものである。プラス 2A とプラス3のマザーボードはプラス3でのフロッピーディスクドライブコントローラ部分の回路及びプラス 2A でのデータコーダー用の回路が分離された設計になっている。もともとアムストラットはプラス 2A、プラス 2B 向けにフロッピーディスクドライブインターフェースアンストラット SI-1 を発売する予定だったが、 実際に発売されることはなかった。フロッピーディスクドライブドライブを接続すると、OS メニューがプラス3のものと同じになるよう設計されていた。電源部のインターフェースはプラス3と同一だが、AC アダプタのケースにはシンクレールプラス2と書かれている。ZX スペクトラムプラス 2B と ZX スペクトラムプラス 3B は、機能的には、 それぞれプラス 2A とプラス3に似ている。電子的な違いは音響信号出力の改善でクリッピング問題に対処している点である。プラス 2B のマザーボードはフロッピーディスクドライブコントローラーに対応していないため、プラス 3B にアップグレードすることはできない。なお、プラス 3B については実際に製造されたかどうかも定かではない。 ZX スペクトラムプラス3987年発売。プラス2によく似ているが、アンストラット CPC6128 と同じくカセットレコーダーの代わりに3インチのフロッピーディスクドライブを内蔵しているのが特徴である。ケースは黒。当初の小売価格は249ポンド、あと299ポンドとなった。スペクトラムでは唯一。 追加ハードウェアなしで CPM を実行できる。プラス3にはさらに ROM が追加され、物理的には 32KB の ROM を2個搭載していた。追加の ROM には、プラス3のディスクオペレーティングシステム 3DOS が内蔵されている。新しい ROM と CPM を使いやすくするために、バンク切り替えのレイアウトが変更され、ROM 全体をページアウトしたり、 ディスプレイラムのために3つの1 6イトページを提供することができるなどの変更点がある。そのような基本的変更により非互換となった。48K 用のいくつかと 128K 用のごく一部のゲームは互換性がなく動作しなかった。ZX インターフェース1は拡張バスや ROM の非互換で使えなかった。そのため、 マイクロドライブ装置を接続できなくなった。電源の電圧はプラス 2A、B と同じで、コネクタも同じ形状なので、プラス 2A、B の ACE アダプタがそのまま使える。ただし、プラス3用 ACE アダプタのケースには、シンクレールプラス3と書かれていた。1990年12月まで生産され、スペクトラムとしては最後の公式製造モデルとなった。 その時まだ、イギリスでのホームコンピュータ販売台数の3分の1を占めていたが、アムストラット社は顧客を CBC に移行させるために、スペクトラムの販売を停止した。ディダクティック・エム・シンクレアは、スペクトラムの設計ライセンスをアメリカのタイメックス社に供与し、タイメックスは独自に非互換なスペクトラム派製品タイメックス・シンクレール2068を製造した。 しかし、タイ e X の改良のいくつかが後に、シンクレアに影響を与えている。例えば、出荷に至らなかったパンドラという、携帯版スペクトラムがある。これは、2068の高解像グラフィックを取り入れ、フラットなディスプレイと ZX マイケロードライブというテープ記録装置を備えたポータブルなコンピュータである。アムストラット社のアランシュガーが、 シンクレアのコンピュータ部門を買い取った時、クライブ・シンクレアは、パンドラプロジェクトの権利をアムストラッドには売却せず、それが1987年のケンブリッジ Z88 へとつながった。イギリスでは、スペクトラムの周辺装置ベンダーであるマイルズ・ゴードン、テクノロジーがスペクトラムと互換性のあるサムクップをリリースしている。しかしこの当時、 アミーガやアタリー ST が市場を接見していたため MGT はスペクトラムの最後を見届けた形となった。多くの非公式な ZX スペクトラムのクローンが特に東側諸国と南アメリカ諸国で製造された。例えばルーマニアではティムレス、HC85、HC91、コブラ、ジュニア、CIP、CIP3、ジェットといった。 様々なモデルが生まれ、中には CP-M が動作するものや5.25インチや3.5インチのフロッピーディスクドライブを内蔵したものもあった。また、ブラジル製クローンとしては TK90X や TK95 がある。ソビエト連邦では ZX スペクトラムクローンを数千の新興企業が製造販売し、ポスター広告で宣伝され、露店で売られていた。 プラネットシンクレールには50以上のクローンがリストアップされている。ペンタゴンや ATM ターボといったいくつかのクローンは現在も製造されている。インドでは1986年にスペクトラムのライセンス供与を受けてデッサベルズエレクトロニクスが生産していた。ZX スペクトラム48、K マザーボードシンクレア自身もいくつかのスペクトラム用周辺機器を販売した。 スペクトラムのプリンター用インターフェースは ZX81 と同じだったので、プリンタ ZX プリンターは市場にすでに存在していた。アドオンモジュール ZX インターフェース1は 8KB ロム RS-232 シリアルポート独自ラインインターフェースを備え、ZX マイクロドライブを8台まで接続可能だった。 ZX マイクロドライブは1983年7月にリリースされた若干信頼性の低い高速ループ型テープカートリッジ装置である。これらは後に改良されてシンクレール QL で使われたが電気的には互換性があったもののスペクトラムとは論理的な互換性がなかった。シンクレアは ZX インターフェースにも後にリリースしていて2つの ジョイスティックポートとロムカートリッジポートが追加されていた。また、サードパーティの周辺装置は非常に多かった。よく知られているものとしては、ケンプストンのジョイスティックインターフェース、モレックスのセントロニクス、RS-232C インターフェース、カラシャの音声合成装置、ビデオフィスデジタイザー、ラムパック、チーターマーケティングのスペシドラム、 ロマンティックロボットのマルチフェイスがある。また、本体のキーボードが不評だったため、サードパーティー製キーボードも多数登場した。また、様々なディスク装置もリリースされた。中には、ビジネス用ソフトウェアがバンドルされたものもあった。特に有名なフロッピーディスクドライブインターフェースとして、マイルズ・ゴードンテクノロジーのディサイプルと D がある。これらは、 スペクトラムのメモリーイメージをフロッピーにセーブすることができ、リストアすることで、セーブ時そのままの状態を再開することができる。また、マイクロドライブのコマンド文法と互換性があり、既存ソフトウェアの移植が容易だった。1980年代中期に、テリーマップグループリミテッドは、VTX5000 モデムを使って、スペクトラムをプレステルの運営するマイケロネット800。 というビデオテックスサービスの一種に接続する有料サービスを立ち上げた。スペクトラムファミリーは少なくとも2万3千、タイトル以上という非常に大きなソフトウェアライブラリーを有しており、今もその数は増えつつある。スペクトラムの機能が低レベルだったにもかかわらず、そのソフトウェアは非常に多種多様であり、プログラミング言語処理系、データベース、ワードプロセッサ表計算ソフト、 描画、ペイントソフト、三次元モデリング、考古学ソフトや様々な種類のソフトウェアがあった。スペクトラムのハードウェアの制限により、ゲームデザインには特殊な創造性が必要とされ、非常に独創的なゲームが多数誕生した。初期モデルは、ジョイスティック用ポートがなく、サウンド機能が原始的で、カラー表示も貧弱だったが、ゲーム用プラットフォームとして、大いに成功を収めた。 多くのスペクトラムソフトウェアはカセットテープで販売された。スペクトラムはほとんどどのようなカセットテーププレイヤーでも使えるよう設定されており、音声再生の忠実度が様々だったにもかかわらず、ソフトウェアのローディングは極めて信頼性が高かった。ソフトウェアはテープ上で符号化され、再生してみるとモデムの音のように聞こえる。ZX スペクトラムの符号化方式は 非常に原始的だが、信頼性が高く、パルス幅変調に似ているが一定のクロックではなかった。パルスの幅によって0と1を表している。0は244ミュー秒のパルスで表され、その後に同じ幅のギャップが必ず存在する。したがって、合計で489ミュー秒となる。1のパルス幅は2倍なので合計で977ミュー秒となる。このため、 1>, 1秒間に記録できるのは1023個の1か2047個の0である。0と1が1、1で混在していれば平均的な記録速度は 1365BPS となる。ロムルーチンを使わずに独自に機械語でプログラムを書けばもっと高速な記録も可能だった。理論上、標準の 48K のプログラムはロードするのに約5分かかる。 49,152バイト8イコール39,3216ビット。39,3216ビット1,350棒300秒イコール5分。実際には48キロバイトのプログラムのロードには3から4分かかり、128キロバイトをロードするには12分以上かかった。ベテランユーザーはテープを再生するだけで、機械語なのか、 ベーシックプログラムなのか、画面イメージなのかと、その種類を当てることができたという。ローディングのための典型的な設定は、音量を3、4程度にして、高音を100%、低音を0%にするというものである。ラウドネスや DNR などのフィルターは切っておく必要があり、Hi-Hi プレイヤーは適さない。この用途に最適化されたレコーダーとして、Timex のものなどがある。 ZX マイクロドライブは登場した頃は好評だったがカートリッジの品質と違法コピー防止が困難であることなどへの懸念から配布媒体としては主流にはならなかったそのためカセットテープを保管する形でのリリース媒体として使われゲームがマイクロドライブだけでリリースされた例はない ZX スペクトラムプラス3が登場すると 1987年から1997年までに700タイトル以上がフロッピーディスクを媒体としてリリースされた。テープに加えてソフトウェアは活字メディア、雑誌、本を通しても配布された。この時使われた言語はシンクレールベーシックである。読者はプログラムを手で打ち込みカセットテープに保存した。 この手のソフトウェアは地味で遅いものが多かったが、すぐに雑誌などには、チェックサム付きの機械語のリストが載るようになった。特殊なソフトウェア配布方法として、ラジオやテレビの番組があった。例えば、ベオグラード、ポーランド、チェコスロバキア、ルーマニアなどで、司会者がプログラムの内容を説明し、視聴者にカセットテープレコーダーをラジオ、またはテレビと接続するよう指示して、音声として、 プログラムを放送した。もう一つの特殊な方法は、そのシートを使うものである。このそのシートは、フロッピーロムと呼ばれ、フランスの雑誌で使われた手法である。スペクトラムには、カセットテープから別のテープ、マイクロドライブ、フロッピーディスクなどにプログラムをコピーする、ユーティリティソフトが多数存在した。そのためソフトウェア業者は、コピーガードを製品に施し、 様々なロード方式を導入した。しかし、マルチフェースのように、ZX スペクトラムのメモリの内容をボタン一つで丸ごとコピーする周辺機器もあり、完全にコピーを防ぐことは不可能だった。他のコピー対策として、付属ドキュメント内に書かれている特定の単語の入力を求めるなどの方式もあった。特筆すべきコピー予防策として、連録方式がある。 これはパッケージに同梱されたプラスチック製のプリズムを使うもので、これを通して画面を見るとスクランブルされた画面からパスワードを読み取れるというものである。スペクトラム用ソフトウェアは近年現行の媒体への変換、ダウンロード可能な携帯への転換が進んでいる。テープ媒体からの変換用プログラムとしてテーパがある。 カセットプレイヤーをサウンドカードのライン入力に接続するか、PC のパラレルポートにカセットプレイヤーを接続する装置を自作することで使える。そうして、ホストマシン上のファイルの形に変換すれば、数あるエミュレータで実行できるようになる。ZX スペクトラム用ソフトウェアの最大のオンラインアーカイブとして、ワールドオブスペクトラムがあり、2万千タイトル以上を揃えている。 その法的正当性には疑問もあり、一部の著作権者がそこにアップロードされたソフトウェアに対して明確に意義を唱えているが、保管のためにアーカイブすることに許可を与えている著作権者もいる。ZX スペクトラム周辺には当初から強力なコミュニティが存在した。シンクレールユーザー、ユアシンクレール、クラッシュといった専門雑誌も刊行されていた。 これらの雑誌は当初は、プログラム入力や機械語チュートリアルなど、非常に技術的な内容だったが、徐々にゲーム専門誌となっていった。スペクトラムはファンから愛情を込めて、スペッキーと呼ばれていた。2012年4月23日、Google は Google Doodle でスペクトラムの30周年を祝った。その日は、ゲオルギオスの日でもあったため、そのロゴは、 スペクトラムのグラフィックス画面のようなスタイルで、セーゲオルギオスとドラゴンが戦っている絵になっていた。ありがとうございます。